こんにちは、Gです。 Ubuntu 20.10 グルービーゴリラが公開されました。ラズベリーパイもサポートされてますね。アップデートする意味はあまりありませんが、最新のカーネルを試したいという方はゴリラに心を惹かれると思います。でもゴリラを導入してもゼロから設定のやり直しです。やってみるとこんな感じです。まずは設定を開いて日本語表示に切り替えます。あれ？切り替わらないな。もう一度やってみます。あ、切り替わってる。じゃあリスタートしましょう。やっぱりちゃんと言語パック入れないと日本語にならないですね。動画も動きませんでした。コーディック探して入れないといけないですね。そこで今回は現状の Ubuntu までのままでゴリラにアップグレードする方法をご紹介します。ゴリラへの移行をおすすめするわけではないんですが、新しいカーネルが欲しいという場合、設定変更なしで今までの資産が活かせます。早い話がこういうことです。お約束のアップデートからです。待て、最後のアップデートなので心を込めてやりましょう。 sudo apt update sudo apt upgrade で待てを最新の状態にしておきます。アップグレードコマンドは1行だけです。sudo do release upgrade-d-m デスクトップとタイプします。Ubuntu Mate 20.04 は LTS なんですが、ゴリラは LTS ではなく通常サポートなので、タイプが合わないと怒られました。LTS とはロングタームサポートの略で、5年間サポートされますが、通常サポートは9ヶ月だけです。ゴリラは短命だな。該当ファイルのパスを確認しましたので、なので編集します。sudo nano etc update manager release upgrades とタイプ。文末のプロンプトの行をコメントアウトして、プロンプトイコールノーマルを追記します。もう一度アップグレードのコマンドをタイプします。うまくいきましたね。アップグレードが始まりました。新しいカーネルを試したいけど、設定し直すのは面倒という方には、アップグレードがいいかもです。
環境はほとんど変化なく、今までの環境も残ったままで、新しいカーネルやグノームに移行できます。ただしアップグレードするということは、LTS ではなくなるので、9ヶ月以内に次のアップグレードをしなければなりません。後戻りできなくなるわけです。くどいようですが、アップグレードをする場合には、バックアップがあることを確認の上で作業をしてください。説明欄にリンクを貼っておきますが、以前の動画でご紹介した Apple Pie Baker で Ubuntu のイメージファイルをバックアップとして作成しておけば、いつでも Mate に戻すことができます。この動画ではアップグレードの様子をノンストップでご紹介しています。待ってる間に脳書きを。というか、そればっかりですけどね。Ubuntu は年に2回、4月と10月に大きなアップデートを行います。公開時の年月がバージョン名になります。皆さんが大好きな Ubuntu Mate は 20.04。2020年4月に公開されたバージョンだからです。だから次のバージョンは 21.04 になります。画面の URL で Ubuntu の各バージョンのサポートのタイムテーブルがご覧いただけます。まもなくアップグレードが終わります。私の環境では55分でアップグレードが完了しました。Ubuntu と Mate の違いは Mate デスクトップなんですが、当然 GNOME バージョンが異なります。Mate デスクトップは GNOME 2がベース。Gorilla は 3.38 です。アップグレードは根結となりますが、この遺伝子の違いは優性遺伝なのかどうか。劣性遺伝なら深刻なトラブルが発生する可能性があります。再起動してアップグレードしたマテゴリラが立ち上がります。ご覧のようにメニューは何も変わりません。コントロールセンターも同じです。ターミナルでネオフェッチを起動します。OS バージョンとカーネルバージョンをご確認ください。GNOME バージョンもチェックしてみます。見て回りながら少しお話を。ゴリラは出たばかりなので評価できる段階ではありません。機能もいくつか試した程度です。アップグレードした後、気がついたことがいくつかありますのでご紹介します。一つ目はデスクトップ右上のパネルアイコンの表示がおかしくなったので、一旦リセットして修正しました。二つ目は画面右上のキーボードアイコンをクリックするとフリーズします。コントロールセンターからファイテックスやモズクを使う分には問題はありません。その後、数回再起動後になぜか直りました。三つ目は、なぜかスピーチディスパッチャーが立ち上がってて、オルトスーパー S で何か喋ってるんですが、ピッチがおかしくて聞き取れません。コントロールセンターで支援技術とオンボードで再設定して停止しました。四つ目、VLC が動かなくなりました。入れ替えをしてリスタートして解決しました。五つ目は LibreOffice が 7.0 になって起動がすごく速くなっています。最初のスプラッシュが読めないぐらい速い。ご覧いただきありがとうございました。
今回は訳あって急遽ゴリラ情報をお届けすることになりました。 OS に限らず新しいものをすぐに欲しがるのは世の常、人の常です。でもそれで騙されることが多いこと、それでも欲しがるのは好奇心が旺盛なのかな。ああ、それで懲りずに中国製ばかり買ってるんか。ではまた次回。